こんにちは。いえ、練習を毎日やることなんて当たり前よ。特に疲れてなんていないわ。ええ、私たちロゼリアは至って順調よ。特に問題はないわね。そう、この前の雨の日、サヨが先に帰っていったのを見たのね。ひょっとしてそのことを心配してくれていたのかしら。いかにもらしいわね。ええ、サヨにだって先に帰りたくなる日はあるわ。そんなことバンドをやっていたらよくあることでしょ。さまざまなバンドのさまざまな場面を見てきたはずよ。特に驚くようなことではないと思うわ。ただ私はその時の作用を見ていてふと思ったことがあるの。何か自分の前に問題が起こった時にどうすればいいのかということ。もちろんそれを乗り越えることが重要だと思う。だけどその問題と共存するということも必要なんじゃないかって。ええ、共存。その問題を抱えながらも今より前に進んでいく。そういえば分かりやすいかしら。多分それは折り合いなんていう安っぽい言葉じゃなくて、覚悟するということなのかもしれないわね。自分のことを認める覚悟。自分自身の嫌いなところも悪いところも弱いところも、その全てを受け入れる覚悟。その覚悟をすることで何か新しいことが始まるのかもしれない。きっとサヨはその覚悟をするための覚悟をしたのかもしれないわね。なんだか私、とても立派なことを言ってるようだけど、私だってその覚悟をすることからずっと逃げていたわ。その覚悟ができたのは本当についこの前の話よ。だからこそサヨの気持ちや苦しさがよくわかるわ。もしかしたらサヨや私だけでなく誰もがそんな覚悟を迫られる日が来るのかもしれないわね。そんな日が来るのが早いか遅いかだけの問題で。ええ、今日の練習もちろんサヨは来たわ。いつも通り淡々とギターを弾いていたわね。いつも通りとても正確にその音を聞きながら思ったの。サヨのギターの音がないと私のやりたい音楽はきっと表現できないって。サヨのギターが正確だからこそ私は彼女の音を頭の中で明確に想像できるの。私が曲を作る時はいつも私の頭の中でサヨのギターの音が鳴っているわ。私はそのギターの音に合わせ少しずつ曲のイメージを膨らませていくの。サヨの正確なギターの音は私が曲を作る時の一つの指針になっているわ。サヨは自分で自分の音はつまらない音と言っていたけれど、私はサヨのギターの音とても好きよ。長々と話してしまって悪かったわね。これから、そうね、新しい曲のイメージを広げようと思っているわ。もちろん頭の中で鳴るサヨの音を指針に。